南米原産のサボテンにギムノカリキウムという非常に多くの種類を含むグループがあります。その中でボタン翼ズユンマルと言われているグループを紹介したいと思います。で、これらのサボテンは割と東京でも半日くらいの日照が確保できれば非常に育てやすく、暑さ寒さにも強いサボテンです。で、特にこの中の、最近ではギムノカリキウムフリードリッヒ LB2178 と言われている、ものが非常に人気がありまして、流通量も多くなってきてます。私も2年ほど前からちょっと興味持って手がけて、栽培してるんですが、割と育てやすいサボテンです。ただそれ以外にも比較的地味なんですが、近縁の仲間で非常に魅力的な種類がありますので、 LB2178 以外にもちょっとご紹介していきたいと思います。ではこちらギムノカリキウムの通称 LB2178、 よく LB って言われてるんですけれど、これはボタン翼の中の、特定のタイプです。で、非常に人気がありまして、大量に国内では生産されております。大体これがですね、先週うちのバイヤーが仕入れてきたものなんですが、このサイズのも、これ2年ほど育ててこのくらいになりました。で、花の色は白から薄いピンクが多いですね。ちょっとこれ全開ではないんですけど、淡いピンクの上品な花を咲かせる個体です。で、こちらはボタン翼の斑入り品種で、ヒボタン錦と言われているサボテンです。で、これも非常にね、いろんなタイプがありまして、赤の濃いものから赤みがなくて黄色のものまで、ありますが、これは戦前に日本の、サボテン屋さんが品種改良して作り出したものです。これも流通量の多いサボテンで、安いものは数百円から、高いものまでは数万円までの価格帯がありますが、結構ですね、季節によって斑の色が変動して、特に寒くなると赤みが強くはっきりとしてくるものが多いようです。こちらは和名がズユンマルという品種ですけれど、このグループの中では一番の分類上のキア種とされているものですが、花の色がちょっとサボテンにしては変わった茶色がかった緑色の花を咲かせます。非常に渋いサボテンですね。これも育て方は弱い光線で育てられるサボテンです。こちらもズユンマルの1タイプなんですけれど、白い花を咲かせる白花ズユンマルという種類ですね。ズユンマルと違って、この個体はちょっと体に出るストライプがあまりはっきりしていないものなんですけれど、これも長年私の手元でよく育っております。で、ちょっとですね、色が部分的に変わっているもの、これ日が強いとこのようになります。このグループは適正な光線量だと澄んだ緑色になりますね。こちらが日の当たってなかったので、日よけをしてたんですけれど、ちょっとこの株だけこの部分の日よけがずれちゃったんで、真冬でもこのくらい焼けちゃいます。ですからこのサボテンは一年中、30%ぐらいの日よけをしたところで育てるのがよろしいのではないかと思います。こちらもズユンマルの変種に相当するもので、モーゼリアナムって言われているもので、和名が演舞曲っていう和名だったと思いますが、これも同じような環境でよく育ちます。この個体は、白花を咲かせました。こちらがフィラデルフィエンセという変種扱いになってますが、先ほど説明したこちらのズユンマルミハノビッヒーと最近では同じ種だっていう見解も出ておりますが、確かに花はやっぱり緑色がかった花で、非常によく似ております。和名が、こちらはウンモンという名称が古い時代につけられています。こちらも、フィードリッヒボタン翼の、1タイプと言われていまして、これはまた別の産地でちょっと顔つきが違っていますが、同じ分類とされているものです。かなり個性的な顔つきをしております。はい、この仲間、私自身は非常にハウスなしでも東京だったら育てやすいグループだと思っているんですが、うちのスタッフでも、何名か、このグループ育てているものがおります。で、注意していただきたいのは、サボテンは日当たりがいいのが好きだと言っても、これらの仲間、割と小型のサボテンで、で、原産地では割とね、降水量の多い地域で、草に埋もれているわけなんですよね。つまり日当たりのいいところで、30%から50%の、遮光をしてやる栽培をお勧めします。で、日差しが強いとこのように赤茶けてきます。でも株が大きいとね、色が変色するだけで済むんですが、特に流通している苗、小さい苗が多いようなものなんかだと、全体がもう茶色くなってしなびて、成長期であるにもかかわらず、伸びてこない。
大体それは光線が強すぎるということが原因であることがほとんどです。具体的に私どういうふうに工夫しているかと言いますと、不織布とか、まあ、寒冷紗とかそういうものでこういう高温状のキャップを作って、それでかぶせてやる。こういう小さいものなんかも鉢全体にねかぶせて、で鉢は日に当てて地温を上げてやるという、そういう栽培をすると日当たりのいいところでも光線が、柔らかい光線が長時間当たるような感じで、よく育つと思います。まあ、場所場所によって日照の当たる時間とか異なってくると思いますが、植物の顔色を見ながら、調整してやって、変異が非常にあるサボテンですので、場所も取りませんので、狭い範囲でコレクション楽しむ分にはおすすめのサボテンです。